はい、こんばんは。長野市議会議員のオレンジのおっちゃんの小泉一馬でございます。ということで <laughs>、えー、たった一件のクレームから青木島遊園地廃止の危機について深掘りしている長野市議会議員でございますが、えー、っとね、今日も寒いっすね、皆さんね。あの、<laughs> 寒いんで家の中でもダウンを着る年より56歳小泉一馬でございます。 よ、ちょっとカメラにしますね。最終的にはね、あのー、廃止っていうことで決まったんだけれども、その前に実は一山あって、副市長がちょっと待ってくださいよっていうことを言ったという一幕があるんですね。これ確かにそういうのはあって、で、小泉も、これどういうふうになったんだろうなって実は気になっていたけれども、すいません、確認できていなかったんですね。で、この、 副市長の、何て言うんですか、介入っていうか、ちょっと待てよってやったのは、どこに出てきてるかっていうと、えっ、ー、とね、最後に、廃止前にね、もう一回行ってこいと。公園緑地課長が部下を伴って、そのクレーム元世帯のところに行ったと。いうことがあります。で、その時に、 西沢副市長が重要な案件だから再度苦情を寄せた住民に行こう確認するようにと言ったということです。これはもしかすると俺の文章でも出てきてる言葉なのかなえー、なんだけれども、まあ移行こうを確認するようにっていうことだから、移 <laughs> 行こう、移行こうなのっていうところだよね。苦情元は苦情の趣旨を変えないのかっていうことを 確認してどうするんだって、俺も、それもね、よくわからない指示だなと思いながら見てたんですよね。で、俺が副市長だったら、いや、もう一回交渉してこいって言うと思いますよ。あの、交渉してこいっていうか、体制作り直せだよね。俺が言う,言うとすればね。そんな公園緑地課長と、その苦情元とだけではダメですよ。 で、あるいは、えっ、ー、と、この声の力の連載の中でも出てきたけれども、子供政策課長と苦情元世帯の間で、その講演ルールを作れませんかねみたいなことを投げかけたって言うけど、だけどこれもよく考えてみればおかしいですよね。なんでその一人のためにお役所がスペシャルなルールを作るんですか 作るとすればその地域ですよね。地域としてルードを作っていかなきゃいけないと小泉一馬は思いますよ。だからそのアプローチの仕方が、どうもお役所長野市は間違ってるんじゃないかと思いますね。で、だからそういうやり方だからね、わかりましたっつって <laughs>、その苦情元のとこに行ったって、そんな主張を崩さないですよね。 最後に来ました、つって、お総会同じだよで、で、終わりなんですよ。実際そういうことなんですよね。そうではなくて、地域でこの公園、遊園地、どうやって守っていくか、活用していくのか、その近隣住民、苦情元も含めて、お話し合いをさせていただきたいっていうことをやっていかないと、本当に形だけの世界ですよ。形だけ、最後にもう一回念のため聞いてこい、みたいな話ですよね。 で、まあ、もうこれもね、本当に廃止ありきの形作りのような気がして、しようがないですね、小泉はね。で、以下、小泉の記録にも出てくるやりとりが続くわけですけれども、まあ、廃止もやむを得ないと考えていると、えー、公園緑士区長が言って、えー、普通の公園のように子どもたちが元気に遊ぶことにご理解いただけないか。 そんなこと言ったって、お分かった、<laughs> そうだなって、今まで悪かったよって言うわけないじゃないですか。で、案の定、えー、周囲への迷惑を考えずに自由に遊ばせることはおかしいと反発したと。うんそうなっちゃうよね。<laughs> その、クレーマーさんの言ってることが正しいかどうかは別ですよ。だけど、ね、今までの繰り返しじゃないですか。それ、それを破るような新しい やり方をしてるわけでもないし、新しいなんか交渉材料持ってったわけでもないから、そうなっちゃうのは当たり前ですよね。なので交渉の仕方が長野市って、もうちょっと考えていただきたいな。なの、お役所って交渉下手なんですかね。小泉なんか幼稚化って言って、幼稚買収のところが振り出しなんですよ。あの、長野県庁の証券のキャリアとしてね。そういうとこに新人はいきなり行かないんですよ、普通は。 だって交渉ごとに、そんな社会人1年生やって <laughs> で、然わかるでしょ <laughs> で、いや、その時本当に幼稚買収が職員足りなかったんだろうね。小泉みたいなのまでやったんだから。で、まあ案の定、なんかちょっと失敗もしたりなんかして <laughs>、皆さんフォローしてくれました。ありがとうございます。で、そういう時ね、まあ小泉も交渉、こういうもんだぞっていうのをね、 まあ、叩き込まれましたよ、先輩にね。2手3手先考えた答え用意しとくんだよってことそは当たり前だよね。だって、子供が元気に遊ぶように考えてくれませんかって言われて、嫌だよって。で、その先続かないじゃないですか。だからそういう握手を打っちゃダメなんですよね。うん。で、そんなこと言うぐらいだったら、副市長自分でそもそも行けよって俺なんかは思う。 で、一週間ほど空けて、再度お考えをお聞きしてもお考えを変えていたことは難しいでしょうかって。なんとは食い下がったって言うんですけども、ま、あそれは無理って。で <laughs>、軽くあしらわれちゃったらしいですよ。そりゃそうだよね。一週間空けたらなんか考え変わるかって、それなりの説得材料を持ってきてもいねえのに、今までと同じで、頼むわいへえ。で、それで通用しないよね。ご近所付き合いがあるわけでもないし。 で、平沢かあ課長がって書いてあるから名前言っちゃっていいよね。えー、公園緑地課長は遊園地は借地であまり、今年度末までに解消していきたいと述べ、メンターを終えたと。でじゃあ、廃止しますから、つって帰ってきたってことなんだけど、本当に何のために行ったのかよくわからない交渉ですよね。うーん、ねえ。 で、それから3週後の8月25日、市公園緑地下は、小木原健治市長に対し、遊園地の廃止方針を報告したと、報告なんですね。で、市長への説明資料には一度、一部住民の苦しみや児童センターの対応について、こんな記述が並んでいた。遊園地開設当初から、騒音に苦しんでいた。5人以下で遊べさせて、遊ばせてきたが、その後、苦上を言われ、21年3月からは一切遊ばせていないと。 ま、これもね、小泉が提供している資料で出てきているお話ですよね。ちょっと画面共有してみますね。このね。えー、この資料はもう何度も本当に皆様と一緒に見てきた資料です。これですね。この、視聴市長歴資料ですよ。青木島遊園地の止について。えー、2022年8月25日の市聴歴資料です。で、ここですよね。 えー、騒音に苦しんできたとはんはん。うん、まあそうですね。その騒音レベルはどうなのっていうことですよね。そういう客観的な数値は全然示されていないわけですけれども。えー、それから5人以下っていうのはどこかに出て,てきてるのかな。あ、ここですね。青木島児童センター5人以下で遊ばせてきたが、その目上は、 令和3年3月からは一切,一切遊ばせていないと。で、これは児童センターの遊ばす方としてはこういう遊ばす方はしてないんですよね。そういう提案をされたけれども、そういうことはできないということで、じゃあ遊ばせないという、もう0か100かみたいな、オールアラッシングみたいなやり方をしてたわけですけど、でもそれにしても5人以下で遊ばせてきたっていうのは、 これは事実に反していますで。事実に反する資料が市長に報告されているということですよね。で、新米が言っているのは事実と異なったり、異なる印象を与える恐れがあったりすると。そうですよね。遊園地開設当初から騒音に苦しんできたと。うん、だからそれは客観的に妥当なレベルだったんですかどうなんですかっていうところから話さなきゃいけないのに。 その苦情元が主観としてね、主観ですよね、苦しんできたっていうのは。そういう言い方で、いいんですかってことを新米を投げかけていると小泉は見ています。で、一部住民はえー09年以降も2009年以降も苦情を寄せたが、保護先は保護者の送,送迎車両なので、遊園地で遊ぶ子供の声などの騒音に対する苦情は記録上1回だけだったと。で、児童センター21年3月までは子どもたちを2 2日から30日ずつ 遊園地で遊ばせていたということで、まあ、これもね、この4、50人が一斉に遊ぶという状況ではなかったわけでございます。で、市長への説明資料に事実と異なる点があることについて、平沢課長は、21年3月以降遊園地が使われていないという事実が重要であり、廃止方針に変わりはないと説明したということですが、それがそもそも妥当であったかということはありますよね。 で、遊園地は一部住民の苦情で実質的に利用は困難だと主張すると。このね、だから一部住民の苦情で実質的に利用は困難だと主張するっていうのは、まあ、そうなんだけれども、でも、市役所の応対もヘ <laughs> ボいよねっていうところですよね。で、新米さんは本当にそうだろうかと記事を続けてました。遊園地では今月18日夕方、 自動、えー、センターに通う小学1年生約40人が落ち葉拾いをしていたと。うん。愛護会活動、子どもたちがやってくれてるんですよ。で、こういうやり方だってね、ありだと、小泉は思います。落ち葉拾いをしていたと。で、子もたちは落ち葉を腕いっぱいに抱え込んだり、大きなビニール袋に詰め込んだり、密集してうるさいといった印象を受けなかったと。落ち葉拾いは20分ほどで、ずっと室内に閉じ込められていたこともあり、 走り回る子供もいたが、ここ読んでちょっとね、俺ね、じんと来ちゃいましたよね。ずっと室内に閉じ込められていた子供たち。だから落ち葉広い。嬉しい。走り回る子供もいたんですよ。だけど、一部住民がから苦情が寄せられることはなかった。子供たち内に節度を守ってやってるんですよね。 で、一部住民と条件交渉もしないまま遊園地を廃止してしまって本当に良いだろうか、児童センターの小林敏彦館長が話したと。うん、まあ、この小林館長もね、そういう言葉をおっしゃるんであれば、愛護会活動もね、きちんとやっていただきたかったなと思うけれども、でもそれにしても、小林館長がね、SOS を発信して、子供政策課にね、えー、令和3年3月苦情が来ちゃったよって言った時に、すぐ、 子供政策課が動かなかったっていうこともある。だから小林館長には小泉も登場するところもあります。で、えー、っと、またね、戻していきますね。画面共有によ。遊園地廃止の条件って何だったかっていうと、まあこれ令和4年10月1日に青木島地区の皆様に遊園地廃止について、 えー、公園緑地下と青木島地区区長会長連名の文書一番最初に市民向けに発表された文書ですね。一番最初です。で、ここではなんて書いてあるかっていうと、施設の利用者が同時に多数訪れることによってかなりの音が発生する状況っていうのが一つですね。それから、草刈り等による公園の維持管理を行う 公園、愛護活動が、愛護会活動は継続できないということと、まあ、地元区長会員が同意しているということと、現在は利用者が少ないということ。まあ、これです。これらですよね、主に。これらが廃止要因として挙げられています。 で、これらの廃止要因は、じゃあ、新米の結果、新米の記事の結果、それから小泉とか、えー、市民団体が活動した結果、どうなっているかっていうと、まあ、長野市が当初主張した青木島遊園地廃止の要因ということでまとめてみました。一つのかなりの音が発生しているっていうのは、そもそも計測した値がないんですよね。何デシベルっていうのが。では客観的に判断しようがない。も検証できない。 いうことです音が発生してなかったとは言いませんよ。だけど、音の記録が取れてねえじゃねえかということです。で、こういうのって、本当はね、あのー、環境部、生活環境部なんかには、なんか、騒音系があるらしいですよ。そういうので、測ろうかって、やったらよかったんだけど、今となってはできないですよね。で、平成21年から令和3年までは苦情なしだったと、新米さんが言ってるように、かなりの音の発生って、 っていうのはなかった。ほとんど。で、令和3年にうるさいっていう苦情が、また苦情を持つ世帯からあったけれども、それもどのぐらいの音だったのかっていうのは記録されていません。で、愛護会活動、これは遊園地の管理ボランティアですね。で、維持され維持できない。な、なぜかというと、 これは児童センターのね、館長さんが言い出したんだけれども、児童センターでもって愛護会活動をやってたんですよね。児童センターの職員がやってたんじゃないですよ。児童センターの職員もやるけれども、100人からの児童センター利用者、父兄が愛護会活動の会員として活動してたわけですよ。だそれをできないと判断したのは、児童センターの館長さん1人だと小泉一馬は考えています。 だってそういうことをやめますからねとかそんなことを会員に図ったりしてませんからね。で、そもそも i o 活動ができないのは苦情のせいだと。苦情のせいで、えー、利用者が減っちゃったからと。使えていないからだと。令和3年3月特にそうですよね。で、令和3年以降、令和3年以降 i o 活動が行われていないのは、だけど新型コロナ対策としてではないかということが明らかになっています。これは、 12月の会議、議会の一般質問で小泉和馬が質問したところ、新型コロナ対策でやってなかったんだよってことが、子ども未来部長から答弁として出てきてます。だから、うん、新型コロナ対策だったら、新型コロナやまったらまたできるじゃんねっていうことですよ。で、さらにさらに子どもを守る会の小島代表、この子どもを守る会っていうのは、署名運動をやっている、 えー、青木島遊園地を考える会の事務局機関です。の、そこの代表さんは、愛護会活動をやるという住民もいるということで文章で反応した。という経緯があります。まあ、これはね、あのー、そこから分かれた、えー、なんだっけ、住民有志の会、もう同じことやってますよね。まあ、二番戦時です。 で、小島代表は市長に直接そういった、ああ、お話をね、する機会を、署名を渡す機会ができたんで、文書で渡したということをやっています。で、利用者が少ないっていうことがね、挙げられてますけれども、で、毎日4 50人で一際に遊ぶという状況って、だけど、公園緑地下の青木島遊園地の廃止を判断した経緯について、これ、いわゆる小泉新権会って言ってるやつですけども、 去年の12月28日で年度のどん詰まりに出してきた文書では、毎日50人で一緒に遊ぶ、一斉に遊ぶという状況っていうふうに書いてあるわけですよ。利用者がほとんどいないのと、明らかに矛盾する見解を同じ公園緑地下が言ってるわけなんですよね。どういうことってことですよ。あんた、一体どっちなのってことですよね。公園緑地下さん。で、さらに令和3年3月までは週に2、3回20人から30人で遊べていたと。これ新米の記事です。 で、小泉も同じようなね、聞き取りを行っています。で、これもね、だから、四五十人で一斉に遊ぶ、それが18年間続いたんだっていうのが、だから、うるさいよ、常識的な使い方じゃないよっていうのがフレーム元世帯の主張なんですが、それを本当にね、公園力値から真に受けちゃって、そのまま記載しているんだけども、それはきちんとしたね、中立客観的な検証が行われていないっていうことだと思います。 一方で、このね、令和3年3月まで週に3回、二30人で遊べていたっていうのは、明らかに子ども未来部側の主張、児童センター、子ども政策側,側の主張なんですよね。こっちの方が信憑性あると思いますよ。あの、こういう発言、あの、現場の、ね、方からも出てきますし、で、こ、んそんだけね、苦情が来てて、4、50人で一斉に遊ぶという状況が、18年も続いてたら、 廃止しないでいいじゃんねってことですよね <laughs>。で、地元区長会の廃止同意っていうこともあるんだあ、あると。廃止の理由としてあると言うけども、だけど1月25日、先ほどといの市長区長会談で、複数の区長から市の方針の修正について意見があったと。廃止はやめるじゃねえかいと。廃止までもうちょっと時間置くじゃねえかいと。そういうことが意見として上がったのに、 市長はそれを入れないと。長野市も入れないと。もうだからね、長野市が主張した青木島遊園地廃止の要因というのはもう全部ボロボロなんですよ。もう全滅です。それでもやめるというのが小木原市長の態度だから困っちゃうよねってことです。で、これは小泉がね、作った資料ですけども、小泉が、えっと、で公園緑地下資料をもとに小泉一馬を作りました。で、つまり、 青木島遊園地っていうのは令和3年度において草刈りが実施されていないということもないし、草刈りにかかる状況が把握されていないってことでもないです。長野市がやった、草刈りをやったってことでもないし、アイ会が組織されていなかったってことでもないです。青木島遊園地はね。だけど、こういったね、不具合不都合がアイ会活動にあった遊園地っていうのはこんだけあるんですよ。 この中のいくつかは新型コロナで活動ができていないってこともあったんだろうと小泉は把握しています。で、それに対して青木島遊園地は何の問題もないんだけれども、それでも廃止するってのはおかしいじゃないですかっていうのが小泉のもう一つのね、反論です。で、さらにさにこれ公演廃止ですが、市が2月11日住民説明会開催へ廃止に至る経緯など、直接説明の予定ということで、これは、NBS ですね、NBS ですね。 長野放送ですね。で、ただし、これ、説明会は青木島地区の住民に限るとしています。ということです。で、小泉が聞き取った情報によると、さらにメディアも入れないって言ってますね。全く非公開でやるらしいです。ええー、そんなんでいいの ?NBS の放送、うん、この報道では、25日に区長と市長が、 会談して、その席で、この2月11日住民説明会っていうのが出てきたっていう経緯が書かれてないですね。で、そこまでね、報道しているのがなかなかないんですよ。で、ただ、新米が記事にしたのは、うーん、どれだっけ。えー、っとね、新米は、 青木島遊園地巡り長野市が住民説明会を来月開催へと。で、2月11日開くことが26日市への取材で分かったと。小木原市長と地元区長会が25日に協議し開催を確認。配信の判断に至った経緯などを説明するということで、えー、25日に協議したっていうことを言っているのは今のところ、 新米さんだけなのかなだけど、この新米もね、うん、区長会から廃止について批判的な意見が出たっていうことまでは書いてないですね。うん、そうなんだね。まあ、小泉の把握するところでは、複数の区長さん、かしの方針の 修正するべきだという意見が出たと伺っています。えー、っとで、1月27日、これは読売新聞ですね。読売新聞も、うーん、これは、ちょっとニュースが遅いんですね。読売さんね。だけど、注目すべきことは、ここですね、青久島遊園地について、 え、民有地で市が借りていて、年度末で知権者に返還するんだけど、ね、契約変更と撤去工事が必要で、市区応援力地下によると、いずれの時期も未定だということ、ということで、ここに言及した新聞記事報道っていうのも今までなかったと思います。まあ、小泉もね、今まで落ち着いあの、お伝えしてきたように、 えー、撤去工事はまだね、日程が確定してないと、本当だったら去年のうちに契約できてなきゃいけないスケジュールなんだけども、できてない。だから、市役所は追い詰められているというのが小泉の主張でございます。で、だけどね、これね、もう、信用し、できないよねっていうのが、小泉一馬の見方に改まってきました。っていうのはね、やっぱり市長会と、 市長,会じゃない市長と区長会の協議があったっていうことを情報伏せてるじゃないですかで。伏せることに何の意味があるのかって分かんないよね。で、小泉も電話で区長会とのお話し合いの日程決まったんですかって何度も何度も週に1回以上は聞いてたのに、いやま、まだちょっとまだちょっとつっていつの間にかやっちゃってるんですよ。非常に卑劣なやり方ですよね。これだけ住民に情報がオープンされてなくて、 公園廃止に至ってしまって、それに住民は批判的だっていうことに、まだ思いが至っていない、反省していないのが長野市役所です。本当に小泉は頭きてます。だからね、これも抜き打ちで本当は契約の日程入れていて、いつ、いつの間にか公園の遊具とかね、木が撤去されてしまうっていう工事が入っていくっていうこと本当にやりかねない。そういう卑怯なことを。 で、小泉に対しては、いや、抜き打ちでそういうことはしませんよと、日程はあらかじめお知らせしますよみたいなこと、公園緑地課長言ったけれども、もう信用できないですよね。でこれに対しては、やはり対抗措置を取っていく必要があると思う。で、それにつけても、住民有志の会、新しい会ですね、金田洋二さんの会ですけれども、まあ、市長に要望書を提出して、アイム会活動できますよって言ったけれども、それでも袖にされてしまった。で、全く、 残念ながら成果に結びついていないのが現状です。じゃあどうするんだってことですよ。<laughs> お払い箱にされちゃって、シュンとしちゃう場合じゃないよね。何言ってんだ、主張と。さらにさらに主張を強めるぐらいじゃないといかんと思います。実際ね、長野市は追い詰められているっていう小泉の見方は変わってないです。このまま本当に工事やるんですか。このまま本当に 全国のテレビジョンにね、その場面を撮らせるんですかってことですよ。そんな長野市の8ですよ。長野市歴代市長の中での8ですよで。そんなことできないと思ってますよ。だから、このままね、長野市市長の講演廃止、考え方を翻していくためには、ここでね、あ、やっぱダメなのか。シュンとしちゃダメなんですよ。 戦い続ける。ファイティングポーズを崩さなければ、負けたことにはなりませんからね。あ、ダメだって。もうファイティングポーズ崩す。そしたらレフェリーストップですよ。あ、もうダメだ。こいつグロッキーだと。こいつ負けだと。なってしまうけども、ファイティングポーズを取ってる限りは、レフェリーは止めませんよ。レフェリーは誰だろう神様なのかな世論なのかなわからないけれども、まあ、全国の応援、世論かもしれないですよね。 ファイティングポーズを取り続けましょう。小泉も取り続けます。青木島遊園地で遊べる子供の声を聞くまでファイティングポーズ取り続けていきましょう。と小泉かは呼びかけます。今日のツイキャスでした。ありがとうございます。